三沢市役所三沢市役所は日本の地方公共団体三沢市の執行機関としての事務を行う施設。当役所は三沢市桜町一丁目一番38号に置かれている。最初の市庁舎が着工されたのは大三沢町時代のことである。1956年6月、町役場の西部移転を求める請願が議会で論議された。 財政再建中であることを理由に移転に反対する議員もあったが、12月に議会は財源の見通しがつき次第移転すべきと議決した。1957年4月に新役場の位置が大三沢町大和三沢あざ上保31番地420号に定められた。この年、議会は市政施行申請の実施を決め、新庁舎は 将来の視聴者として使われることになった。新庁舎は、鉄筋コンクリート2階建て、1047平方メートルで、9月に着工された。工費は1867万円で、超有地の売却代金の一部が充当された。新庁舎は、市政施行直前の1958年8月27日に、完成した。8月31日は日曜であったが、 休日返上で引っ越しが行われ、翌9月1日から三沢市役所として開庁した。新庁舎落成記念行事は、市政志向記念祝賀会の一環として9月15日に行われた。この時は、前科が庁舎に入りきらず、土木、建設、水道の参加は、旧生物書に残留することになった。1971年には、地下1階。 地上4階に建て替えられることになり、2月18日に非公式が行われた。総工費は3億6600万円、総建物面積4708平方メートルで、工事中はプレハブの簡易庁舎が使用されていたが、1972年5月に完成、15日から新庁舎で業務を開始した。防音の庁舎は県内初であり、 当時の三沢市では最も高い建物であった。1980年には別館の建設が始まり、12月5日に帰港式が行われた。別館は1981年に完成し、11月9日から使用が開始された。西村義美編、三沢市出資編三沢市、1988年、246から247ページ。 三沢市出資編254から255ページ、三沢市誕生後3日、祝典、花火、歌、踊り、祝賀準備に点て,てこ、舞、読売新聞昭和33年8月28日付長官12面。三沢市出資編247ページ AB、姿勢喜ぶ大三沢27日に新庁舎も、完成。 東欧日報昭和33年8月25日付有刊2面。塗り替えられる、新地図教、三沢市誕生裏の館村も上北町にに町村には、大臣勧告か、県下で7番目自力で踏み切った、三沢、読売新聞昭和33年9月1日付長官10面。おめでとう、三沢市教記念祝賀会開く。 東欧日報昭和33年9月15日付長官4面。駒踊り、旗行列で祝う三沢市政志向の記念祝賀会。東欧日報昭和33年9月16日付長官2面。三沢市通詞編258から259ページ。新庁舎建設始まる。広報三沢第119号。三沢市役所。1971年3月。5ページ。 愛される市民のための新庁舎完成、広報三沢第132号、三沢市役所総務課広報係、1972年5月、1ページ。ピカピカ庁舎へ移転三沢市15日から、業務開始、東欧日報昭和47年5月13日付長官八面。モダン、県内初の防音三沢市庁舎完成、引っ越し。 デイリー東北省は四47年5月13日付7面。市庁舎増築工事今週完成を目指し、広報三沢第236号、三沢市役所市長公室広報課、1981年1月3ページ。増築庁舎完成福祉、脅威、水道、農医、戦艦、監査、計算移転、電話番号これまで、道理。 広報三沢第245号三沢市役所市長公室広報課1981年10月3ページありがとうございます。